チャンピオンが実は悪組織のボスでしたみたいな展開。今後見れると思う？個人的には見てみたいけど難しそう。今のところ実際起こった中での最悪のケースは四天王の一人が組織メンバーだったくらいか。XY。四天王まではあったからいけるか。いやでも、手のを繰り返してる。チャンピオンが悪の組織のリーダー。N。チャンピオンを目指すルートと悪の組織と戦うルートが一本化してしまうと実質スカーレット・バイオレットでいうところのチャンピオンロードだけになってしまいそう。スカーレット・バイオレットで博士がラスボスまでやったんだからむしろ大事に温めてるシナリオなんじゃないか？オーリム普通も今までの博士枠とは最初から役割が異なってたし。御三家上と役は好調だったしゲーム内で姿を見せたのは本人ではなくあくまで AI。チャンピオンラスボスやるならかなり練った形になるんじゃないかと思う。ローズとダンデの関係をより強固にして、チャンピオンですら自身の手駒に過ぎないみたいなパターンもあり得るか。最終的には何かしらで改心してほしい。赤城に対するシロナとか N に対するアデクみたいに悪の組織のトップの思想に真っ向から反論する役どころを誰にするかが難しそう。現チャンピオンに負けて隠居せざるを得なくなった前チャンピオンとかどうだろう。前チャンピオンだけチャンピオンの本性を知ってて勝ち上れそうな主人公だけに教えに来るパターンはありそう。それだと前チャンピオンもなんか情けなくてヘイト買いそうだな。悪チャンプをゲイチス的な概念だけは良い巨悪にすればバランス取れるだろうか。今思うと一応悪チャンプの N に負けて主人公を頼った前チャンプアデクは格や人間性の評価が下がらないようにかなり気を使って描写されてたんだな。確かにそうなるかも。ヘイト管理むずいな。現チャンプがかなり下道になるが前チャンプの家族なりポケモンなりが人質にされてて動けないとか、または本性をリークしたらお前のふるさとを襲撃する的な脅しをされてて表立って動きにくいとか、現チャンプがいい大人はお年寄りで、前チャンプがポケモン勝負だけは強かった子供ならヘイト管理もできそう、子供は腹ゲーできなさそうだし後手に回っても仕方なさそうな印象をつける。勝てないから勝てそうな奴に頼るってスグリとかキツバタで見た。悪の組織のボスがチャンピオンになったのか、チャンピオンが悪の組織を立ち上げたのか。時系列でだいぶ変わるよね。悪、血だとなんか目論んでいるんだろなーってなるし。血、悪だと闇落ちパターンを感じさせられるし。悪、血はプラズマ弾がそれに当たるのかな。N 自身は善意ではあったけど。血、悪なんか見てみたいな。スカーレット・バイオレットみたいな制度の地方なら、トップ不在で同格のチャンピオンランクが2人いて派閥争いしてる。片方が実は悪の組織みたいなのもありそう？今だともう丸々団も多様化してきたし、ポケモンリーグの名前自体を廃して丸々団がチャンピオンを有する組織であってもいいかも。スカーレット・バイオレットの博士枠、ポケモン図鑑のこと考えるとジニア先生じゃない？オープニングの世界観紹介役最初のポケモンくれる、比べる校長、図鑑開発者チェック、ジニア先生。って具合に従来の博士要素が分散してたんよね、スカーレット・バイオレット。校長もジニア先生も前職が研究者だから博士枠にもなりうるし。前チャンピオンが悪の組織のボスで、現チャンピオンはその弟子とかは、G ガンダムの東方腐敗とドモンみたいに指定で戦い合う感じ。同じくらいのタイミングで登場するけど片方は変装もありかなと、なんちゃってじゃない方の変装。ちょい思い出したけどソードシールドの時なんかチャンピオン怪しいと最初疑ってたわ。今思うとなんでだろ。最初から気さくで優しくしてくれる&周りから大人気ってとこが逆に裏がありそうに見えたとかかな。自分はあんまり疑ってなかったけど、当時はインディーゲームブームで意外な黒幕とかどんでん返しがある作品も流行ってたし、ダンで疑ってた人の気持ちもなんとなくわかる。あの頃なんでもかんでもとりあえず悪役とみなすみたいなブームが始まろうとしてたとか。完璧超人は怪しいって一種の逆張り。初めてすぐのまだガラルにおけるポケモンバトルの興行スポーツノリとか、ジムリアチャンピオンにもモデルやプロスポーツ選手みたいにファンがついてる感じに馴染んでなかった時だと、民衆からやたら賛美されて憧れられてるダンデにどんでん返し前提のわざとらしさを感じる部分はあったかも。チャンピオンやってる悪のボスってどんな思想を持ってるんだろうとはなる。割とマジで極端すぎるエリート至上主義とか、弱いトレーナーにポケモンの所持を禁止したり。8番目ジムリアって榊がある意味近い存在なのかな。初代から割とぶっこんでるよな。一瞬だけどアデクさん倒してチャンピオンに君臨した M が当てはまるんでは。悪の組織チャンピオン実はってわけじゃないけど変則的にポケモンリーグ乗っ取りではあったし、ポケモンリーグイコール悪の組織にすると撃破後に戻ってくるだろう。四天王やチャンピオンがプレイヤー目線だとお前誰だよ的な扱いになるのが難点やな。万が一悪の組織側に人気キャラができた場合今後のキャラ商売に響いてくる。リーグと悪組織は別の方が現実的だよね。結局敵組織のリーダーは誰なのってなった後にチャンピオンでしたのパターンが無難なような。手持ちに夏希新書いたらえぐい。
大パクライまでは地方巻き込む何かをやらかしてた奴らをぶっ飛ばして解決した後に改めてちゃんと挑む場所なイメージだったから、チャンピオンに強者以外の何か役割は考えたことなかったな。どこまでをグルにしてるかによって難易度やばそうだな。四天王プラスジムリの中に数人混じっててもおかしくないし、チャンピ除いたパターンは実例あったし、内心気づいてるやつもいるなこれは。ジムリーダー4分の8と四天王が悪の組織でチャンピオンは存在しない地方ならポケスペでやったけどゲームだと難しそう。子供を思うあまり冒険や道から遠ざけて管理するのを目的に裏で悪の組織を率いてるとか、これなら道中で主人公の邪魔させつつ最終的にチャンピオンを任して改心させられないかな。独善極まってそうでそれはそれでいいな。無限弾スレガを見て個人的に考えたのがレジェンズでもともとポケモンリーグが悪の組織で現地のポケモンや国を支配するために支配体制として悪の組織のチャンピオン、四天王、ジムリーダーがいたが主人公に負けたため改心。組織はそのまま残り現代では関東リーグの認可を受けて現代のポケモンリーグになっているみたいなこととかどうかな。前日弾をクソ丁寧にやってる風は良さげ。ダークチャンピオンリーグって単語が頭に浮かんだけど、そんなものない。行き過ぎた正義から自分の思想を押し通そうとして結果的に悪となるってパターンはありそう。例えばポケモン所持は免許制にする、免許取れないトレーナーのポケは回収して逃がす、とかやって対立とか。おそらく多分出てこないだろうけど戦闘強のチャンピンとか見てみたい。とにかく強いやつと戦いたくてヤバいポケモンの封印を解くとか。元凶お前やないか愛的な。下っ端たちもなんか強そうだな鍛えられてそう。